梶ヶ谷拓也です。16シリーズですね、使わせていただきましたけれども、これですね、まあ、去年も言ったんですけれども買いです。前提となる説明なんですけれども、例えばプロとプロマックスもそうですし、あとまあ16と16プラス、これはですね、もう画面サイズ、本体サイズが違うだけになりますので、今回はですね、16と16プロをメインに説明させていただきます。まず一つ目なんですけれども、こちら16プロに関してはですね、15プロと比べると 0.2 インチ画面サイズが大きくなりました。まあ、画面サイズが大きいことによってですね、まあ縦長の情報特にそうなんですけれども、情報量が増えますので、まあパッとね情報にアクセスしやすいということで、もう画面サイズ大きい分メリットも大きいです。で、まあ画面サイズ大きくなったんですけれども、こういう感じで、本体のですね高さが、まあ3ミリほど大きくなっておりまして、で幅はまあ 0.9 ミリなので、持った感じですね、そんなに差は感じないです。で、まあ、本体まあ3ミリほど大きいので、まあこの部分がですね、画面大きくなってるっていうところにも影響してるんですけれども、まあそれだけじゃなくてですね、これ16 Pro の方はこうベゼルといって、本体の周りのこの黒い縁ですね、縁がかなり細くなっているので、これも画面を大きくするのにも役に立っています。15 Pro と比べるとですね、16 Pro は重さが 12g ほど重くなっているんですけれども、これはですね14 Pro ですね、1個前に比べると実は 7g ほど軽くなっていますし、それでいて本体サイズちょっと大きくなっているってことなので、実はですねそんな重さ変わらずに画面サイズもね大きくなって使いやすくなっているっていう印象です。続いての機能なんですけれども、こちらですね、カメラコントロールです。まあ、カメラコントロールといってですね、iPhone のここにボタンがありまして、このボタンを押すと、こういう感じでカメラが立ち上がります。で、まあこのまま押してですね、撮影もできますし、あとはこの、まあ、ちょっと半押しの感じで押すと、こういう感じで、まあカメラを切り替えたりとかですね、そういうこともできますし、あと2回押して、こういうふうに、まあ、情報をね、別のもの、まあ、ズームだとしたらね、これでズームをね、こうちょっと滑らかな感じでね、ズームをこう移動したりとか、ちょっとこう早くやってね、ファーってね移動するみたいなこともできます。まあ、こういう感じで使い慣れたらですね、非常にこれね使いやすいです。でこちらですね、まあ普段カメラ使い慣れてる方は特にですね、ここの方が使いやすいかなっていうふうに個人的に思います。で、あのこの年内のアップデートでここのボタン半押しでピント合わせ続けて、そのままこうねシャッターを押してシャッター切るみたいな、なんかそういう機能もつくみたいなので、まあその機能がついたら非常に便利かなっていうふうに思います。でちなみにこれあの1回押したらシャッター切れるんですけれども、これ長押しするとクイックテイクといってね動画を撮ることもできますので、これボタン1つで動画も写真も撮れます。ちなみにですね、このカメラコントロール指じゃなくてもこのね物とかでもシャッターは押せます、こういうふうに。ただですね、この細かい調整はですねできないですよ、これ。なので指があればできるんですけど、こういう感じで物で押せるので、ケースとかでここがかぶっちゃっていると、まあ、ボタンを押したらシャッターは消えるけれども、この細かいね調整はできないよって感じになります。で、まあ、これからケース選ばれる方はですね、こういう感じであの穴は開いてないけれども、ちゃんとね指のこう静電気とか通すよみたいな、そういう風なモデルを選んでいただくと、調整もできるかなというふうに思いますけれども、あとまあ穴が開いててもできると思うんですけど、穴の感じによっては指届かないみたいなこともありますので、そこら辺も気をつけていただければというふうに思います。でこのカメラコントロールなんですけれども、まあ、カメラを使うっていう以外にですね、実は選択肢がありまして、この設定アプリを開いてですね、カメラを開きまして、こちらカメラコントロールを押すとですね、この下の項目、現在はカメラ以外にも、まあ、この QR コードなどのですね、コードスキャナーとあと拡大鏡を開くっていうことにも使えます。なので、まあ、ここら辺でですね、ちょっとまあ対応アプリが増えてくると、より便利になるかなっていうふうにも思います。で個人的に使ってみておすすめだったのが、このページの中のですね、このクリーンプレビューというのが今オンになってるんですけども、これオフにするとどうなるかっていうとですね、これカメラ開きます。半押しにすると、こういう文字が消えてですね、より写真撮りやすくなっていたんですけれども、このまま半押しにしてもですね、ここポートレートとかね、この 0.5 とかこの文字が表示されている状態の方がですね、個人的には、まあこのカメラ切り替えこっちでやってですね、まあこの F 値とかね、そういうね別の項目をこっちでこう調整するみたいなことがしやすいので、このクリーンプレビューはねオフにすると個人的には使いやすいかなというふうに思いました。そして今回16シリーズはですね、マイク関係が非常にアップデートされました。
まずはですね、プロシリーズのみなんですけれども、スタジオ品質の、4つの、ね、マイクが中に入ってますので、よりですね、高音質の音をちゃんと録音できるっていう機能がついています。それ以外ですね、風切り音を低減するっていう機能は16シリーズ共通でついてますし、あと何よりすごいのがですね、オーディオミックスという、これも16シリーズ共通の機能なんですけれども、これぜひ見てください。まずですね、写真を開きまして、ちょっと周りが騒がしいね、大阪で音声を話している動画なんですけれども、これですね、この動画の右下のここの部分を押しまして、でオーディオミックスというのを押します。そうするとですね、標準、これで再生した音声がこちらですね。大阪にやってきました、周りは非常に騒がしいんですけれども、この音声どれぐらい伝わってるでしょうか。こういう感じで、結構周りがね、ざわざわしている、それこそもうすぐ後ろに屋形船いるみたいなね、屋形船っていうんですかね、屋形ではなかったんですけど船入ってね、結構喋ってるみたいなところがありましたけれども、そういう状況で、この下のですね、例えばフレームって言って、フレーム内にいる人の音声だけをね活かして、他の音を消しますよみたいな、そういう機能を使って再生するとこれです。大阪にやってきました、周りは非常に騒がしいんですけれども、この音声どれぐらい伝わってるでしょうか。わかりますかね、すごいですよねこれ。なので、場所問わずに撮影してしまって後から変更できるみたいな、そういう感じで、それ以外にですね、これスタジオとかね、シネマティックとか、ちょっと周りの音を生かすよとかね、細かい調整とかもできるんですけれども、これがですね、標準でついてるので、めっちゃ便利だと思います。続いてはですね、 Apple Intelligence に対応しています。さらにですね、16シリーズに関してはこのカメラコントロールも Apple Intelligence と連携します。例えばどういう時に役に立つかというと、街中歩いていて行列ができているお店とかあるじゃないですか、たまに。で、自分が知らないお店だと、あそこ何のお店だろうみたいなね、なると思うんですけれども、そういう時は iPhone16 かざしてこのカメラコントロールで読み取るだけで、そこのお店のこう口コミとか評価とかメニューとかが出てきます。これめっちゃ便利じゃないですか、これだけで。なので、もうこのね、ボタンがあって Apple Intelligence があるだけでこれが使えるっていう機能です。それ以外にもですね、 Apple Intelligence の機能はいろいろね追加されますけれども、分かりやすいところで言うとですね、一例を挙げるとですね、例えば土曜日のバーベキューの写真を田中に送ってみたいな言うとするじゃないですか。そしたら土曜日のバーベキューの写真を探してきて、田中宛にこれを送りますかって出てくるんですよ、画面上に、みたいな感じで、もう市長が中に入ったっていう感じのイメージなので、この Apple Intelligence がこう入るか入らないかによってですね、この iPhone の使い勝手が大きく変わりますので、それに対応したっていう16シリーズは、これが買いの大きな理由の一つです。ただですね、この Apple Intelligence が日本語に対応となるのは来年となっております。続いてですね、プロシリーズは超広角カメラが4800万画素に進化しました。で、実際ですね、撮影した写真を見比べていただければと思うんですけれども、こちらですね、これ超広角カメラで撮影したもので4800万画素ですね、表示があります。で、ちょっと拡大してみたんですけれども、この上のところですね、この丸い穴が開いているところのね、下のこの線なんですけれども、この線の滑らかさとかですね、やっぱりまあね、4800万画素と一つ前のね、1200万画素でいうと、結構差がね、はっきり分かるかなっていうぐらい違います。なのでですね、超広角カメラでも綺麗な写真が撮れますので、これも買いのポイントの一つです。続いてですね、16 Pro のみの機能なんですけれども、今までの望遠3倍が5倍にアップしました。で、これがですね、実際に撮影した写真なんですけれども、15 Pro のですね、0.5 倍、1倍、で、3倍ってなるとこんな感じなんですけれども、16 Pro だとですね、0.5 倍、1倍、5倍ってなると、ここまで寄れますので、やっぱり3倍と5倍でですね、だいぶこうね、ズームのね、距離が違いますので、これだけでもですね、かなり遠くのものが綺麗に撮れるようになります。続いてですね、プロシリーズは 4K120 フレームでの撮影ができるようになりました。で、実際にこれ撮った映像を見ていただいた方が分かりやすいと思いますので、これ編集をしまして、通常ですね、この120、100% の再生速度でやると、こういう感じのね、映像が元々の映像なんですけれども、これ120で撮ってますので、この再生速度をですね、20% にすると、で、最初普通なんですけれども、こういう感じで。非常にね、ドラマチックな感じのね、映像になりまして、
まあ、これね撮影の幅がかなり広がるんじゃないかなというふうに思います。続いてはですね、最新世代のフォトグラフスタイルに対応しました。これですね、見てもらった方が分かりやすいと思いますので、まあ写真を開きまして、でこの下の編集ボタンを押します。で、この左側のですねスタイルっていうところをね、選んでる状態で、この上の標準って書いてあるね、ここの部分を触ります。そうするとなんかこうね点と、大きな丸がね、表示されますけれども、この位置をずらすとこういう感じで色味の調節とかが、気軽にできます。なので、まあ、この機能を使うとですね、まあ、普段ね写真の編集とかされている方は、より細かい調整が簡単にできますので、非常におすすめです。でこれ今写真でやってますけれども、カメラの設定でこれも最初からやっちゃうこともできますので、これ設定しておけばですね、その感じで毎回撮影ができるということにもなります。続いてですね、 iPhone 史上初めて空間写真に対応しました。空間写真というのはですね、右のカメラと左のカメラでですね、それぞれ写真を撮って立体的な写真を作り上げるっていうものになります。で、まあ、撮り方としてはですね、カメラを開きまして、で、この新しい項目でですね、ここに空間というのができました。で、空間で普通に写真を撮ると、まあ、これ空間写真ですね。ちょっとまあ、ある程度距離がないとねダメなんですけど、これで写真撮ると空間写真で、この上のゲージをね、右側にやると、これで空間ビデオの撮影ができます。まあ、この空間写真や空間ビデオに関してはですね、現在は Apple Vision Pro だと本当立体的に見えるので、それで見る機会がある方はもうめちゃくちゃおすすめなんですけれども、まあ、持ってない方もですね、今のうちから撮っておくと、もう本当にその場にいる感じの映像や写真が蘇りますので、日頃から家族の写真とかですね、旅行先の写真とかで残しておくと非常におすすめです。続いてはですね、最小輝度が 1-2 度になりました。これですね、最小輝度なので、一番こう暗い状態のことを表しています。で、一つ前がですね2だったんですけども、今回1になりました。で、実際試したらですね、すごくちょうどいい暗さになっているというかですね、非常に暗くなっているので、夜寝ている時にですね、画面を上にして寝ていると、ちょっと明るすぎるなっていうのがありました。で、これもズーム機能っていう、ね、機能を使うと暗くできるんですけど、ちょっとそれもね設定が煩しいのでっていうのがあったんですけれども、16シリーズはですね、その明るさが半分になりましたので、だいぶ、暗くなりました。なので、僕の場合はですけれども、画面上向きにして寝ててもですね、そんなに気にならない明るさになりました。続いてはですね、こちらマグセーフの充電が最大 25W に対応しました。マグセーフというのはですね、ここについている磁石で、この磁石同士を合わせると充電ができるっていう、ワイヤレス充電の規格なんですけれども、これがですね、30W 以上のアダプターを使うとですね、25W ですね、最大 25W の充電ができますので、これ今までよりも高速になりましたので、非常に便利です。続いてはですね、サクサクっと機能を紹介したいなと思いますけれども、Wi-Fi 7に対応しましたので、早い規格のですね、Wi-Fi が使えます。あとですね、最新世代のセラミックシールドということで、セラミックシールドというのはですね、この画面のガラスです。このガラスの強度がより高まりましたので、落とした時に割れにくくなりました。あとですね、16に関しては A18 というチップで、16 Pro に関しては A18 Pro というチップなんですけれども、それぞれですね、かなりこう性能が良くてですね、Pro はもちろんなんですけれども、こちらの16もですね、処理能力が要求されるゲームなども、できるという規格に対応してますので、よりですね、処理速度が速くなっています。そしてですね、今回16シリーズ共通してメモリが 8GB になっています。なので、このね、プロじゃない方のモデルに関してはメモリが増えています。ということでですね、今まではですね、このプロシリーズが買いっていうふうにね、言うことが多かったんですけれども、今回プロシリーズもちろんね、買いなんですけれども、こちらですね、16シリーズも、それこそね、Apple Intelligence にも対応してますし、さまざまな重要機能にも対応してますので、実は16もおすすめなので、16シリーズ全体的に買いっていうふうになっております。今日の動画を見てですね、一つでもいいねとかありましたら、こちらの高評価のボタンを押していただけると幸いでございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ではまた。